どうもこだまるですきーとろです INI 最新ケミまとめ <laughs> じゃあ次の画像でいくとじゃあ次はキムツカキムツカおまさぎとひろむそう正解 <laughs> 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 またヒロムだけどまあそうです好きだからまあもちろんねそうそうヒロムはねでもヒロムはねやっぱねケミ、ね、そうやていうかさヒロムもなんなら前はあのさキョウちゃんとの高巻とかさ、うん、なんかそれぐらいしかなかったと思うんだけどそヒロムもねなんかどんどんいろんな目だからヒロムかわいいもうみんなからかわいいかわいいみたいな感じなのかなもうなんかそうだよね、うん、なんか動物をみんなめでてるような顔でさヒロムのことかわいいって言うよね、うんうん、<laughs> そう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  <laughs> <laughs> なんかなんかまさにーがすごい「キムツか」って思ったのがそのなんかスカパンの番組でなんかタか紹介するやつがあったんよかでまさにーがヒロムのことを紹介するっていうのでなんか一言「可愛いって言ったん <laughs> その一言にみんなグーンってきたんで、ね、そうなんかもう30秒ぐらいあったに一言「可愛い」だったんよ <laughs> <laughs> <う>持ってるわけじゃないよ、ね、そう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 あとなんだっけなビハインドそのファンミのビハインドの YouTube 出た時になんか本番始まる前にヒロムがマサニーに抱きついたんようんなんか後ろからなんかそれがめちゃ尊かったんよね、うん、なんかそういうことしちゃう感じのヒロムがさ可愛い,いよねやっぱりかわいい何かねなんかヒロムってさその,あの A クラスだった以外はさ別にマサニーとかとさ何かステージとかのグループで一緒じゃ なかったのにさあ,あそうだっけっけそかそっかそうそうそうだかだらデビューしてから多分交流することの方が多かったと思うんだけどデビュー決まってからねうん、うん、そうそうなんかどんどんねいろんなお兄ちゃんたちに可愛がられてるヒロミいいねまあおにヒロミも結構年上なんだけど <laughs> おかしいね <laughs> ヒロミお兄ちゃん組なんだけどな すごいでもヒロム本当に可愛がられてるよねお兄ちゃん組だけどまあそんなヒロムちょっとまた次ヒロヒロなんだけどヒロヒロって誰だヒロムとすぐ出てこん誰だっけえ誰だヒロトくんヒロトくんって誰そう西くんとヒロムのヒロヒロなるほどねまたヒロムが来たんだね うん、いやちょっとなんかみんなうんざりせんかな大丈夫かな大丈夫うちらのチャンネルね若干広ロ専門チャンネルみたいなとこもあるから大丈夫大丈夫。<laughs> <laughs> 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 そうみんな好きだからね俺は、うん、そう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 ひろひろここもさ西君とヒロムなんか西君がねちょいちょいなんかヒロムのことをさちょっかい出したりとかかわいがってる感じがねいいよ、うんよ、まあ、ヒロムはさそのみんな思っとるし何回も言うと思うんだけどほんとオーディションの時からよりリラックスした感じのヒロムだからさそのギャップがすごいいいよねうん、うんうん、そうだねほ、うんとあの時ピリピリされてたからやっぱデビューっていうのにねあったからうん うんそうだね。なんか安心できるとこじゃなかったもんね、立ち位置的にもね、順位とか。そうで、それでそう、ここが自分のホームなんだみたいな、ここが僕のグループなんだって思った時の、このさ、打ち解け方というか、このリラックスした感じの、ニコニコーっとした感じのヒロムがさ、<laughs> いいよね。<laughs> うん そういやもうほんとそう「ありがとう」言ってくれて <laughs> <laughs> じゃあ次紫紫紫だれけだこれはなんかねまさにーとりヒトだから木村と池崎さき <laughs> だもんだって。<laughs> <laughs> いや、紫だとダメだったんや、きっと、語呂的に <laughs>。いや、でもこれも考える人すごいね。うん。なんかまたの青、キムリヒっていう人もいるっぽいんだけど。あー、まあそれもなんか普通にありえそうだしね。うん,うん、うんうん。でもなんかちょっと紫の方が面白いからちょっとそっちにしたんだけど。うん,うん。ここここはどうだろう絡みまあ、どうだろうなんか会えないはさ、みんながみんな全員と仲いいと思うから、絡みは絶対あると思うんだけど、なんかすぐ出てこないな。うん、次、タクロム。クミ君とまたヒロムじゃないこれ。<laughs> <laughs> そうそうそうえなんでかななんでだろう <laughs> まあここはさもうボーカルだし、まあ、同い年だし、うん、みたいなうんうん、うん、あーそっかそっかなるほどまあここはもうなんか結構ずっとそのやっぱオーディションの時からやっぱボーカルとしてさ多分お互いね意識してたと思うしなんかずっと仲いいイメージはあるなあーなるほどねうん、うん、じゃあ次小田西これはまあ匠君と西君だよねうんうん、うん、ここはもうなんか西君がさ尾崎君のことすごいもう突っ込む みたいななんかいじるみたいなああまあでもそもそも尾崎くんがそういう感じだもんね西くんがっていうよりもまあ、西くんがそうなんだけどそう,そう,そう,うん分かる結構全体でいるときって結構尾崎くんもうみんなからいじられるもんねうんそうだね確かに特攻隊長、うん、ツッコミの特攻隊長西くんって感じだもんねうん,うん、うん、そうそうそうで率先してなんかなんかボケを促したりとかさ <laughs> そうそうそうでも尾崎くんもね <laughs> いいよねキラキラアイドルだから <laughs> そうだね <laughs>、うん、だからなんかもうそういうのも全部受け入れてくれるよねうんそうだね次「ちゅっちゅけみ」 もうこれに関して私ちょっとわかりません。もうチュッチュとか言われたら、<laughs> <うだ S 1> ちょっと出てこん、出てこん。そう、名前入ってないもんね。<laughs> そう。そうで、なんかこれはマサニート、まさにと MJ。ええなんでチュッチューなんなんか、それ俺、由来知りたくて。俺もチュッチュケミっていう名前は知ってたんだけど、由来をどうしても知りたくて。うん、で、なんか調べたら、あの、初めまして INI ですっていう特番あったじゃん。うん なんかケーキ作ったりしたやつ。うん、なんか、あれで、なんか、まさにーが、なんか、ジンが、すごいチュッチュしてくるんです、みたいな。ああ、はいはいはい。そうそう。で、なんか、MJ がなんかまさにーのことをずっとなんか、チュッチュチュッチュするらしいんよ。うん。<laughs> なんか、そっから <laughs>、そっからチュッチュケミって、なんかできたらしくて <laughs>。<laughs> もうなんかさ好きなシーン名前にしたがるよねオタクそう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 でもさそれがすごい広まってんのもすごいよね <laughs> そうなんかこれなんかどうやら本人公認らしいんよなんか MJ かええーうん、すごっでもさなんかさあのさ「沼浜でもそうだったけどさなんかあのダンスのさ、うん、あのストレッチだか筋トレだかしてるときとかすごいちょっかい出してたじゃんああそうだね <J> ちょいちょいってうん,なんか日常的にああいう感じなんだろうねああそうだねだかかららそれもやっぱチュチュしとるから結局チュ チュッチュ君がチュッチュしとるんよねそうだね <laughs> もうなんかなチュッチュケミって何チュッチュとかさ日常で使うことの意味かないにか言葉でもういわいわ <laughs> そうじゃあ次スイカもうわからんけど西君ってことはわかるまずえあっとるよねそうだよね,よねそうだねあっとるあっとるあっとる。あっとるもうとらあっとらあっともうつからあっと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 っからっっとそっとそうそうらそあうそうそうそう もうさこのさキュウリの「売り」で逃さないところすごいよねケミ <laughs> め<ん>「<や>売りじゃん」<laughs> みたいな <laughs> そうそうそうすごいよねよく考えるよねいや本当にすごいもうここはもうょごめん名前のインパクトで <laughs> いや,でもいやでもこれマジでインパクトありすぎてやっぱなんかもはやさ、うん、言いたいがためにみたいなとこあるよねそうだねしかもこれも絶対さ後藤くんがそれキュウリってことをちゃんと事前情報として持ってないとわかんないやつだから、うん、なんかほんとオタクならではって感じだよねうん、うん、そうだねそうだね <laughs> <laughs> だって <laughs> 一般のテレビとか出てさ「僕たちスイカなんです」とか言ってもわけわかんないよねいやわからんわからん <laughs> いちいちさ「<laughs> 僕キュウリが好きって言ってて」っていうところの説明から始めなきゃいけないからねそう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  <laughs> いやーすごいねーなんかもうオタクに関心、うん、ミニに関心始めるよね <laughs> いやーほんといやーすげえなミニちゃんって思う、うん、じゃあ次佐野巻おお佐野巻も来たんだねうんここは分かりやすいよね雄大と京ちゃんうんそうなんか割とね前回のね君求めで結構京ちゃん絡みのケミー言ったんだけどまあここでね、うん、そう佐野巻がだから雄大とも結構絡みが出てきたなるほどなんかここはなんか雄大が結構京ちゃんをいじるんよねあーえー えー、でもさ確かに面白いよねなんか京ちゃんも結構いじるタイプじゃんでなんかいじられることもできるっていう面白さそこに雄大がガンガンいく感じなんか面白いねそうそうそう雄大なんかそういうの逃さないのよ <laughs> 2>, <laughs> 2人とも結構逃さない系だよ、<ん>だって。そうそうそう、2人ともちゃんとなんかさ、なんか頭いいっていうか、頭の回転2人とも多分いいから、いいよね、なんかすごい。なんかね、すごい好きなエピソードが、なんか、MJ のデビュー公約でさ、あの、大食いでアイス食べたじゃん、みんなで。うん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 。その時になんか雄大が、藤巻手止まってんじゃねえかとかって言ったら、<laughs> なんか、きょうちゃんって藤巻って言われるのすっごい嫌いなのね。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうなんか藤巻って言うな藤巻って言うなとかって言ってて <laughs> <laughs> そういうのいいねそう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 なんかそう言われたくないの知っててあえて言ってくる言うだいで突っ込むきちゃんみたいな <laughs> うんうん、うん、あと私はさこう思い出したけどここにマサギ入れたらあの韓国のスーパーの時の面白いやつだなみたいな <laughs> あそう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 ,そ,うそれ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  <laughs> <laughs> 藤巻謙文が発動するやつだなみたいなそうそうそうだからこうなんか、ね、<laughs> 常にバトっとるんよ <laughs> <laughs> これダメだよねみたいなこれ何いるみたいなそう雄大 <laughs> と <laughs> まさに2人してタジタジになるやつね <laughs> タジタジ言うたらさややこしいからあーそうだそうそうだそうそうだそう渋滞し始めたね、うん、で次ホワイト企業まあホワイト企業ももうはや、い、何のことかだしその下のブラック企業も合わせて、うん、私はねちょっと分からんようもうそう,そうてかなんか俺ホワイト企業はなんか知っとったんだけどなんかブラック企業もあってなんかびっくりした <laughs> なんか すごいちゃんとしたなんかさ、なんか辞書に載ってそうだもんね、こういう言葉。<laughs> ちゃんと。<laughs> そうそうそう。普通に工事にありそう。うん。うん、えっと、ホワイト企業は、えっと、尾崎くんと MJ。うーん。なんか、由来はどうやらそのデビュー評価、あの、日プ2のデビュー評価のワンデーで、なんか疲れたら休んでいいからっていうパートを歌ってた二人。<laughs> だ <から S 2> <laughs> <laughs> そんな上司がいるとこはホワイト企業だっていうことだよね。<laughs> 上司がからは。そういうことだから疲れたら休んでいいよってちゃんと言ってくれる会社ってことだね。<laughs> すごいね。ホワイト企業みたいなこと言うじゃんみたいなことだもんね。うん、そう。いや、マジで、マジでオタク感心するわ。え、じゃあ逆にブラック企業は何なの <laughs> なんかこれはね、ちなみにヒロムとタケルくん<ー>なんだけど、なんかこれはなんか歌詞の由来とかでもなくて、なんかこれはなんか日プツーの間、なんか常にストイックだったかららしいよ。もう。 もうなんかすごいこじつけ感がすごいよねそうそうもうホワイト企業といえばブラック企業も作らなみたいな感じだよね <laughs> ちょっと自分に厳しそうな人はみたいな感じだもんねそうでもさすごい自分に厳しくてさいいことじゃんオーディション中うんそうだね <laughs> それをブラック企業って言われたらもうたまたまじゃないよね <laughs> 確かに <laughs>。いや、多分、まあ、オタクもね、別にそう悪気がってつけたわけじゃないのはわかるんだけど、うん。<laughs> いやー、ちょっとネーミングセンスすごすぎてさ、最終的にはさ、関係性全然、関係性全然入ってこんかったわ。<laughs> 確かに。関係性っていうよりももう、オタクのすごいっていうのがね。 <laughs> うん、なんかさ、これ思ったんだけど、結構でも、その、由来みたいなところが特にあるやつに関して言えば、うん、なんかクイズとかテストで出されたら答えられる自信はある <laughs>。なので。<laughs> 確かに。<laughs> 会えないテストね。<laughs> うん、そうそうそう。で、以上か。うん。いやー、すごかったね。もう、後半がちょっと、払いたかったわ、もはや。うん、そう。いや、マジ、ブラック企業。いや、俺、確かにな。確かに、後藤くん、すごいスティックだったよね。うーん。<laughs> <laughs> であのこれ今までやってきたけど何回も言ってたけどそのエピソードねうちらエピソード大好きだからもうここで言えなかったエピソード、うん、みんなが知ってるエピソードをコメント欄にねたくさん書いてほしいよねそうだねいろいろ教えてほしいこういうのがありましたみたいなねもう絶対余さずみんな教えてくれそうだよね。<laughs> <laughs> <laughs> みんなめっちゃ詳しいじゃん。いやほんとコメント欄から知る情報すごいたくさんあるもんね。うん。やっぱなんか、さ、前回はさ、ほんとデビュー決定直後にやって、で、そこからまたさ、いろいろなことがあってもデビューして、みたいなさ、もう、いろんなケミがね、出てきたから、ほんともう楽しいね。これからもいっぱい出るだろうし。いや、そうだね。いや、しかし、ここに出てきた以外も確かにね、今後出てきそうだしね。なうん、もうなんかたくさんありそう、ほんとに。いやほんと。でさ、さっきもさ、その、ちょっと言ったけどさ、もうトリオとかもあるじゃん。 さ <laughs> トリオに手出そうとしたらもう,も,うもう無限大になってしまうよね。最終的にはカルテットとか言い出すんでしょ <laughs> 芝居いい <laughs> 確かに「なんとかなんとかラインみたいな言いそううんありえるありえるめっちゃありえるしかしそうじてみんな仲良さそうなのがいいよねいやそうなんよね本当なんか余さずって感じんかみんながみんなと仲いいよねそうだねまあこうやってねケミまとめやってきたけどでもさ INI の新しいケミの誕生が楽しみだよねそうだね